今日はビットコインのテクニカル分析プラスですね、イーサリアムとか今アルトコインシーズンが来るよって言われてるので、AVAX とかですね、ドージコイン、リンク、オーディとかですね、あと今話題のミームコイン、ボンクとかなども、見てテクニカル分析を見ていこうと思います。ビットコインたった20分で 6.5% の急落を記録して一時4万1000ドルを割り込んでしまったんですが、今は戻り圧力にね、押されてちょっと大きな反発もなくちょっとじり下げをしている状態です。でイーサリアムもね、同じ時間枠で 8.9% 以上急落したということで、コイングラスのデータによると約ね 2億7000万ドル以上のロングポジションが生産されたってことなんですよね。なので結構あの下から持ってたロンガーの、ポジションっていうのは一旦は大きく今解消されてて、結構市場の中ではね、これから、どこで買っていこうかっていうような、動きっていうのもあるのかなという感じはしてます。で結構ね大きな急落ではあったものの、あまりそんなにネガティブに見てないんですよね。今回の調整っていうのはそこまでなんか怖がる必要のない調整かなっていうのも僕個人的には思ってて、まあ一個はやっぱそんなに大きなネガティブなニュース、ファンダメンタル要素がないということですね。でかなりあの ETF 承認に向けて市場の、まあ、期待買いとですね、あとアメリカの政策金利の、利下げ観測ということもあってですね、もう我先に今のうちに買え買えと、市場が押し寄せてこう買い圧力がかなり強かったのかなっていう強い上昇を見せてたんですが、まあ、それのまあ一旦は利確売りっていうのも入って、そこからまあやれやれ売りみたいな感じで一般投資家もどんどん売ってっていう感じがあった感じはするので、まあ、この急落っていうのは一旦は調整の範囲かなという感じはしてます。で逆にね、こういった調整があるからこその、ここからまた強い上昇も継続できるのかなということはあるので、僕個人的には、買い場のチャンスが来たっていう感じでちょっとポジティブには見てるんですが、まだね4時間足1時間足で見ると一旦はこの戻り売り状態が続いている状態なので、今すぐに、買っていこうっていう感じよりは一旦は買い足でですね、またトレンド転換した後に、ロングを見ておこうかなという感じはしてます。ただ4時間足も結構 RSI は、売られすぎ水準まで結構落ちてきてるので、このトレンドラインで反発がですねとサポートがずっとあるようだったら、また移動平均線 MA の上抜けブレイクでまたロングをしていくとかですね、まあ、こういった、ペナントの中で、推移していくっていうのも十分にあり得るのかなという感じでトレードシナリオは見てます。逆にここをまだ割ってくるようだったら、4時間足のこの 200MA ですね、プラス3万8000ドルのこのサポートゾーンっていうところでも、反発っていうのはちょっと見ながらですね、また引き続き買い場を探していこうかなという感じはあります。この急落ですね、一個原因としてはドルの下げ止まりっていうのもあったんですよね。でちょうどドルインデックスもこのような下降トレンドラインの上抜けからのこのレジサポ転換で、この下降トレンドラインでの反発があってですね、一旦ドルはまた上がってきてたんですよね。でドル高っていうのもちょっと影響したのかなっていう感じはあります。ただねビックス指数見ても今は12ポイントとね2020年来の、数字なんですよね。なのでかなりあの米株に関しても市場では、リスクオフよりもリスクオン寄りの対処心理で動いてるのかなという感じはしているので、ビットコインに対してもかなりポジティブではいます。でこのサイクロジーオブマーケットサイクルっていうやつがあって、マーケットにおける対処心理のこのチャートなんですけども、ここではねこのクリプト忍者さんは今はホープとオプティミズムの中間だっていうことなんですよね。なのでこの希望と楽観この中で今推移してて、まあ、ここからね、大きな、バブル相場ブルマーケットちょっと来るか分かりませんが、そこに向けてのこのサイクルの途中だっていうことは言ってますね。でビットコインの過去の月次リターン見るとですね、今は12月プラス 9.3% と、まあ、急落あったにもかかわらずまだプラスではいますが、過去ね2022年2021年、去年一昨年なんかね11月12月は結構マイナスだったり、11月12月って結構マイナスの年もあるんですが、実はね10月11月
がプラスだった年っていうのは結構ね3ヶ月連続で、プラスで終えてる年が結構多いんですよね。でこうやって見るともし今月が、プラスで終わるとすると過去10年間のうち5年間も、10月11月12月っていうのはプラスで終わるということになるので月末だいたい第4四半期ですねっていうのはビットコインにとっても強いシーズンなのかなっていう感じはしてます。でレクトキャピタルさんがツイートしてるビットコインの年足チャートなんですけどここにもね結構規則性があって陽線作ってからのこの2番は陰線ですね。そこからの、次の年と、4線4線で終わってるこの規則性を見るとですね1234ですね陽線陰線陽線4線この規則性がそのまま続くとしたら今は、3番目の4線なのでまたこの4万4千ドルですねのこのレジスタンスを超えるとしたらまた次そこ1段階上に上がる陽線が形成されるかもっていうような予測もされてますね。今はねビットコインの現物 ETF の承認への期待っていうのも結構あると思うんですけどゴールドはですね ETF 承認がされてから8年間ブルーランだったんですよね。ずっとブルーマーケットが続いたっていう過去の、ヒストリーがあります。で2004年の11月に、リスティングされたんですけどそこからですね2012年の6月までね8年間ずっと急な上昇を続けて、まあ、強く上がっていったわけなんですけどやっぱねデジタルゴールドとも呼ばれるこのビットコインのこの ETF 承認っていうのはやっぱりこのゴールドの後を追っていくような市場の期待っていうのもあって今はこういった強い相場なのかなという感じはしてます。ただ噂で買ってニュースで売れっていう、まあ、あの大口投資家のそういった相場の戦略っていうのもあるわけで ETF のこの承認のニュースとともに大きく売られるんじゃないかっていうような予測もあるわけですよね。で実際ゴールドの ETF も、アプローブ承認された時はですねその前後短期で見ると一旦は急落してるんですよね。でそこからじりじりとこう上がっていったわけなんですけど、まあ、今のこの流れもちょっと似てるのかなっていうのがあって、このプリ ETF ですね ETF 承認前の上げ方を見ると、まあ、ビットコインも今はその期待外ということで上がってるのでこの承認のニュースによって1月前後とも言われてますけど、ビットコインがどのような値動きするのかっていうのはちょっと注目かなという感じはあります。ビットコインもあると思うですね今は結構追い風で、大きな流れは上だと思っているので僕のトレード戦略としてはもう上位足の流れに沿ったもうトレンドフォロー順張りですねを、やっていこうとはずっと思ってトレンドフォロー順張りをしていく戦略で見てます。でツイートでもちょくちょくポストしてるんですけど、まあ、大きなトレンドに沿って買い足の調整があった時ですね中で、まあ、トレンド転換を待って買い足と上位足の同じ方向を掴んでですねそこでトレンド転換からまたラインのブレイクからですねロングをしてひたすら順張りしていくようなトレード戦略で見てます。買い足でのね、ブレイクパターンとかトレード転換パターンっていうのはそんなに多くなくて結構意外とねパターンっていうのは限られてるのでこういくつか自分の中でもパターンを持っておくだけでも結構トレードの負けっていうのは減るかなっていうこともあります。でこういったね、細かいデイトレードに関する知識とか、情報とかですね僕のトレード考察とかですねかなり細かく、随時最新情報とかをアップデートしてるんですよね。で僕なりに結構これは細かく考察を作ってですねどんな感じでここは、トレードで勝ててるとかこういうとこはトレードしない方がいいとかですねそういったこともディスコードのグループで、皆さんね真剣にトレードを学んでる方たちとメンバーさんと一緒にですね学びながらアウトプットみんなでしながら、楽しくワイワイやってるのでぜひ皆さんLINE 登録からディスコードコミュニティに入ってみてください。続いてイーサリアムなんですけどイーサリアムも2400ドルから一旦は、急落後ですね、今はじり下げとしてちょっとまだ戻り売りの圧力があるかなという感じはしてます。2100ドルのこのサポートですねとこの上昇トレンドライン4時間足で引ける上昇トレンドラインプラス 200MA っていうのもここで交わってはくるので
一旦はここでの反発買いっていうのは狙いたいかなとは思いますが、ここをね割ってくるようだったら次は1900ドルぐらいまでは下落の許容範囲としてはちょっと見ようかなと思います。でこのアルトコインのシーズンインデックスですね、アルトコインシーズンインデックスを見ると今はかなりねアルトコインシーズンに向けて上昇してますけども、このアルトコインシーズンインデックスって何かっていうと90日間のうち50個のコインのパフォーマンスの約 75% がですねビットコインのパフォーマンスを超えた場合にこのインデックス数字が上がってくるという感じなんですけど、今ね結構アルトコインもビットコインのパフォーマンスを続々と超えてきてはいるんですよね。なので結構ねアルトもビットコインから今イーサリアムに資金が流れて、またイーサリアムからアルトの方に資金循環していくという流れがあって、今アルトの方もかなりね眠ってたアルトたちも今起き上がってきてるような状態ではあるんですが、今からねちょっといくつかのアルトもご紹介しようかなと思います。でこのトータル3、クリプトキャップのトータル3っていうチャートがですね、これはビットコインとイーサリアムを除く全てのアルトコインの時価総額のチャートを示してるんですけど、ここもね重要なこのレジスタンス、もう長く、去年から抑えられ続けていたレジスタンスをね大きくブレイクしたので、ここから、大きなレジスタンスっていうのはかなりそんなにないんですよね。なので次のこのレジスタンスまで結構、ドカッと上がっていく可能性っていうのもあるので、今のうちにねアルトを仕込んだり、まあ、現物買いでもトレードでもいいと思うんですが、アルトコインのちょっとね買い場のチャンスをテクニカルでちょっと見ていこうと思います。その前にねちょっとお知らせなんですけど、僕がいつも使ってる FXGT ですね、このプラットフォーム仮想通貨とドル、ゴールド、もう何でもトレードできちゃうんですよ。でここゼロスワップで手数料も無料なんですよね。で最低入金額も5ドルからできてですね、日本語サポートもかなり充実しているということで、今登録するとですね新規登録と KYC で1万5000円のボーナスがもらえちゃいます。プラスね最大8万円までは入金に対して 100% のボーナスももらえちゃうので、入金ボーナスだけでもね結構トレードするとその利益額っていうのも増えていくので、結構今お得なキャンペーンなのでぜひ使ってみてください。スマホでもトレードできるしパソコンでもトレードできちゃうのでおすすめです。でリンクは概要欄リンクに貼ってあるのでそこから、口座登録してみてください。で口座登録した方はですね条件がありますが、僕のやってるトレーダーズコミュニティですね、このコイントレーダーズクラブっていうのにもご参加いただけますので、LINE 登録からですね申し込んでみてください。でまずねソラナから見ていこうと思います。ソラナはね、結構急上昇をずっと続けて約7本の陽線を作りながらね約20ドルから70ドルまでのかなり大きな上昇を続けて約 300% ぐらいですねのパフォーマンスがあったんですよね。この80ドルのレジスタンスに押さえつけられてて下落はしていますが、ここもね落ちてきて反発で底固めをしてからのまた、買いロングで見ようとは思ってます。こういった感じで下降トレンドラインが引けるので、ここでですね、下げ止まったとこですねと、この上昇トレンドライン、あと4時間足のこの 200MA っていうのもこのサポートされたらですね、プラス日足の短期 MA ですね。で強く、サポートされながら上昇しているので63から65ドルぐらいの間での押し目買いっていうのは狙っていこうかなという感じはしてます。で AVAX もですね、ソラナと同じような、値動きをしてですね、ここでずっと抑えられていたレジスタンスを、サポートとしてですねレジサポ転換した後ですねかなり大きな上昇を迎えて今は強く買いが入っている状態ですが、まだまだ上昇の余地っていうのは残されているので結構押し目買いを狙っていきたいわけですが、大きな調整なくそのまままだ上がっていく可能性も十分にあるかなという感じはしてます。でこういったね強い上昇の時って意外と4時間足の 20MA とかがね結構意識されながら上がっていったりですね、日足の短期 MA も意識されながらサポートされて上がっていく傾向が結構あるのでですね、まずは4時間足でのこの短期 MA での反発を見ながら押し目買いで、そのまままだ落ちてくる調整があるようだったらこの日足の短期 MA でまた押し目を、買い足でですね反発を見ながらトレンド転換またブレイクでまた買っていくような
感じで見ていこうかなという感じはしてます。で、ドージコインはですね、2022年からですね、長く続いたこの下降トレンドをですね、また大きく割ってきたので、一旦は 0.1 のこのレジスタンスで抑えられて下落してはいるものの、ここの 0.08 ですね、もしくは日足の短期目でまたサポートされて上がっていくかっていうのはちょっと注目ポイントかなという感じはしてます。イーロン・マスクがね、あの X でまた決済手段としてまた導入とかもあり得ると思うので、ドッジコインは個人的にもちょっとね、注目コインの一つかなという感じはしてます。続いてリンクですね。リンクはですね、この13ドルの大きなレジスタンスを一旦はブレイクしてるんですよね。で、これに2021年とか2022年にずっとサポートされていたとこをですね、ちょうどまた、抜けてですね、ここでまたレジサポ転換を起こしているので、この13ドルですね、14ドルっていうのは、結構分厚いサポートになる可能性もあるので、一旦はここでの押し目買いっていうのをちょっと見ていこうかなという感じはしてます。またここをね、ブレイクするようであれば、また緩やかな上昇を続けてですね、このような感じで前回高値を、一つずつ、ブレイクしていくような流れも全然ありえるかなという感じはしてます。もしここが、サポートされずに反発なく、もっと下がって調整してくるようだったら、9ドルの、サポートでまた反発あるかですね、また日足のこの200円目でのサポートがあるかっていうのはちょっと見ていこうっていう感じはしてます。続いてオーディナーズですね。オーディなんですけど、今は日足の20円目短期目をですね、の上を推移しながらですね、57ドルのレジスタンスにちょっと一旦押されて、一旦は下降してますが、このような感じでベナントを作ってですね、その下降トレンドラインを一旦大きく陽線でブレイクして、そこからのリテストがあっての再び上昇に向かおうとしている感じはするので、直近の短期で見るとまた引き続き上昇トレンド継続に近いようなチャートパターンかなという感じはしてます。このまま反発で上昇を続けるとしたら、前回高値の57とかですね、68ぐらいまでの短期でのトレードロングっていうのは取れそうではありますし、逆にこの68を超えたらですね、この上に大きなレジスタンスっていうのは今のところないので、また強い上昇っていうのも全然あり得るかなという感じはしてます。で、インジェクティブですけど、13ドルの分厚いレジスタンスをですね、まあ、大きな大陽線でブレイクしてですね、そこで底固めされたっていうので、かなり今強い上昇っていうのは継続中ですね。で、高値更新しているので、短期の日足とか4時間足の短期MAでの反発サポートを見ながら、またここも押し目買いを探していく感じではありますね。ただ4時間足で言うと、今 RSI は今かなり買われすぎ水準で、一旦は、調整に入ってはいるので、先月、10月のようにですね、この RSI が一旦一段落して、また4時間足の短期MAでサポートされるようであれば、また強い上昇がこれから見れるかなという感じはしてます。理想はこういった感じで、この11月のようなですね、下降、長い下降調整があって、またトレンドラインですね、このトレンドラインブレイクで、また買っていくような感じが一番理想的な感じはするかなというシナリオで見てます。コスモスですねのアトムはですね、週足で見た時のこの下降トレンドラインですね、2022年8月から引ける下降トレンドラインを今ちょうどブレイクしてきているんですよね。で、200MA、週足の 200MA も今抜けてきてはいるので、12ドルを、ブレイクしてくればですね、このトレンドラインでの、プルバックでまたロングはできそうかなという感じはしてます。で、結構ね、次のレジスタンスゾーンまでかなり値幅が取れそうなものではあるので、ここ大きくブレイクするようだったら、ちょっと多少リスクかけても、ロングで取っていこうっていう感じはしてます。次、ドージコインシバに続く今第3位の、犬トークンというのが今浮上してきてるんですよね。ボンクっていう、シバ犬をテーマにしたコインというのが今また再び出てきてですね、これがね、12月3日から 70% 以上の急騰があったんですよね。で、今は時価総額が5億ドルということで、
今フロキの4億ドルを上回っている状態です。でミームコインなんですけど、ソラナのエコシステムでも導入された、採用されたということもあってですね、まあ、結構ね注目が集まっているミームコインではあるかなという感じはしています。ボンクは過去2ヶ月間で 5600% の急上昇を迎えたということで、もうかなり大きな上昇をずっと2ヶ月間続けてますよね。で一旦は、天井圏でですね落ちてきてますけども、一旦はこういった、ペナントを形成しながら調整に入っているので、4時間足のこの 200MA、 またこのサポートですねでのまた下落もしあれば、またここで、ロング拾っていきますし、もしくは日足 MA ですね、日足の短期 MA、 もしくは日足のこの短期 MA までの下落でまた押し目買いっていうのはありかなという感じはしてます。そこまで落ちなくてもこのペナントのブレイクでですね、また押し目買いっていうのもありかなという感じはしてます。まあ、ミームコインなんでね、どうちょっと価格が変動するかっていうのは結構なかなか読みづらい感じはありますけども、まあ、結構ねロマンはあるかもしれないですね。マーケットキャップ見ても一旦はちょっと調整中なので、どこまでちょっと一旦調整が入るかっていうのはまだ読めない状態ではありますが、中長期で見た時にアルトっていうのはまだまだこれからね上昇の余地っていうのはありそうなので、あるビットコインに限らずねアルトに対しても結構上目線でどこか買い場をどんどん探してですね買っていこうかなっていうシナリオで僕は個人的に見てます。最後にねビットコインはこの4万8000ドルに大きなレジスタンスがありますが、一旦この調整がですね限定的で底堅めをするようであれば、また4万8000ドルを目指していく上昇の可能性っていうのは全然十分にあるかなとも思います。あとはあのネガティブなファンダーとかがですねなければですね、その ETF の承認に向けてですねどんどんまた期待買いっていうのもあるかなとは思います。あとはまた FOMC でですね政策金利がどうなっていくかっていうのもまたビットコインの価格変動にも影響するので、まあ年末ではありますし、そこはちょっと慎重にね見ていければと思います。随時そういったアルトとかビットコインの情報も X で配信していきますので、X の方もぜひ皆さんフォローお願いします。またこの YouTube のチャンネル登録も皆さんよろしくお願いします。ではこんな感じで動画を終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。